際ってドーナッツみたいだから好き。どっちも輪っか状だからリンクのツボを押さえてるんだろうな。そうそう、浮き輪もドーナツもまん丸ってことは、大きいドーナツ作ったら浮き輪の代わりになるかな。リンクらしい発想だけど、ドーナツじゃ沈むと思うよ。ウニちゃんが旅のしおり作りの極意を教えてあげる。ありがとうございます、ウニ先生。まず可愛い表紙を作る。もちろんイラストは私に任せてちょうだい。次に持ち物リストを作る。リストの最初にはお菓子と記入すること。ここで気をつけてほしいんだけど、お菓子が何円までか断定するのは邪道よ。そこは個人の自由なんだから。なるほど、勉強になります。先生、カップラーメンも持ち物に追加してよろしいでしょうか。カップラーメン？それ持ってきたいのあんただけでしょ。聞いたよ、アピアラで打ち上げしたんだって。はい、今回はレイが幹事をしてくれたんです。フォトンメイデンは普段どんな打ち上げをしてるんですか？やっぱり朝から晩までトレーニングを兼ねてとか。さすがにそれはないよ。ストイックすぎるとみんなついてこれないし、飴とムチの使い分けはちゃんとしてるつもり。でも真帆がお望みなら今度打ち上げでスポーツしようか。種類は何がいい？球技？陸上？あ、この時期なら水泳もいいんじゃない？運動は嫌いじゃないですけど、やっぱり私も遊びたいです。待ち時間120分？このお店すごく人気なんだね。さすがに120分は待ってられないわ。人気が一段落した頃に改めて来ましょう。リーク、帰るわよ。今行かなくていいの？そりゃ行きたいけど、120分も待つなんて退屈に決まってるじゃない。そうかな、ムニちゃんと二人だったら120分なんてあっという間だと思うよ。待ち時間って好きじゃないけど、リンクとなら悪くないかも。